シーシェパード環境保護団体。通称シーシェパードは海洋生物の保護のための直接行動を掲げる国際非営利組織の海洋環境保護団体、環境テロ団体。本部はアメリカ合衆国ワシントン州、フライデーハーバー。母校はオーストラリア連邦。オーストラリア連邦内では彼らの直接行動に対して賛否両論がある。 国際環境保護団体グリーンピースを脱退したカナダ人ポール・ワトソンが1977年に設立したアイスランドやノルウェーの捕鯨船を体当たりで沈没させるなど過激な行動で知られ2005年からは南極海での日本の調査捕鯨を妨害するようになった暴力的な手段を厭わない過激な活動を展開することから日本、アメリカ、 カナダの各政府からテロリストと名指しされたことがある。また、日本の捕鯨関係者からエコテロリストと呼ばれている。アメリカ連邦高裁からは、海賊の認定を受けており、法務省は団体の主要メンバーの日本入国を拒否している。さらに、代表のポール・ワトソンは、ICPO の国際指名手配犯となっている。ただ、一部の欧米の資産家や著名人の中には、 シーシェパードの反捕鯨活動を支持する者もいる。1979年ポルトガル沿岸で選手200トンのコンクリートを取り付けたシーシェパード1000号で海賊捕鯨船シエラ号を180マイル追跡し、ラックススを木で2度にわたり体当たりし大破航行不能に陥らせた。シエラ号はキプロス船籍ではあるものの、 日本の太陽漁業とノルウェーのフォーニングスバーン県の共同所有であり、ノルウェー人船長と日本人乗組員の下、国際捕鯨委員会による規制を逃れて創業し、芸肉を日本の国内市場で流通させていたため、ターゲットとなった。翌年、修理された銅船は、リスボン港に係留中に何者かによって、爆破、沈没させられた。ポール・ワトソンはすでに、 ポルトガルを離れていたが、これでシエラ号はもう捕鯨できないだろう。我々はシーシェパード号のためにやったのだという特命の声明文が UPI 通信社に届けられた。2006年南平洋において抗議戦ファーリー・モアット号が日本戦績の補給船オリエンタルブルーバードに体当たりし側面に打撃を与えた。これに対して 日本の調査捕鯨に批判的なオーストラリア環境省、イアン・キャンベルとニュージーランド環境省、クリス・カーターが暴力的な抗議手法を非難した。2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2017年1979年7月、ポール・ワトソンはポルトガル沖でシー・シェパード号で体当たりした際、 捕鯨センシエラ号の42名の乗組員の生命を脅かし、また定員をはるかに下回るたった3名の乗組員で C. シ,シェパード号を出航させた容疑でポルトガル当局に逮捕された。2010年6月23日には国際刑事警察機構が日本の要請を受けてポール・アートソンを青手配で国際指名手配した。二0 1年五月十三日、 ポール・ワトソンは、コスタリカのサメ漁船に対する航行妨害の容疑で、出ていた日本の手配とは別の逮捕状に基づき、フランクフルトでドイツ当局に逮捕されたが、保釈中に逃亡した。このため、2012年9月14日に、ICPO は、赤手配に格上げをして、ポール・ワトソンを国際指名手配した。その後、ポール・ワトソンは、2013年秋に、 アメリカに逃亡して9ヶ月間滞在した後、2014年夏にフランスに逃亡し2015年時点まで滞在しているが、フランス政府は日本からのポール・ワトソン引き渡し、要請を無視し続けている。2010年2月15日、抗議船アディ・ギル号の船長、ピーター・ベスーンが、監視船、第2章南丸に不法侵入し身柄を拘束され、その後、海上保安庁に逮捕され、 懲役2年、執行猶予5年の判決が下され、退去強制処分となった。2011年12月、調査捕鯨を実施している日本芸類研究所が、シーシェパードの調査捕鯨に対する危険な妨害行為や、接近行為を差し止めるようワシントン州、連邦地方裁判所に提訴するとともに仮処分を要求した。2012年3月、 連邦地裁がこの仮処分の申し立てを帰却したので、同年4月に日本芸類研究所は第9巡回控訴裁判所に仮処分帰却の再審理を求めて上訴し、同年12月にこれが認められ、妨害行為差し止めの仮処分命令が発出された。2013年2月、連邦地裁は連邦公裁の決心まで連邦公裁の 仮処分命令以外の提訴手続きを凍結した。また、この仮処分に違反して、シーシェパードが南極海で妨害行為を行ったため、同月に日本イ類研究所は連邦高裁に対してシーシェパードの法廷侮辱罪を申し立てた。同月には連邦高裁が改めて妨害行為差し止めの仮処分を認め、シーシェパードを海賊として認定した。 また、連邦地裁判事の交代を命令し本奏、連邦地裁に差し戻した。2014年12月、連邦高裁が、シー・シェパード、ポール・アートソン、6名のシー・シェパード理事の法廷侮辱罪を裁定し、原告の訴訟費用と妨害により受けた損害を弁済するよう命令した。2015年4月、 連邦高裁の法廷侮辱罪の裁定を不服としたシーシェパードらが合衆国最高裁判所に上告するも同年6月最高裁が上告を却下し連邦高裁がシーシェパードらに下した法廷侮辱罪が確定した。これにより時短となりシーシェパードは仮処分違反を認める形で255万ドルの賠償金を日本ゲール研究所に支払った。 仮に引き続き妨害行為を繰り返せば、さらなる賠償金の支払いゲームが生じることになる。2016年8月、日本側が賠償金として受け取った3億1000万円の一部を和解金としてシー・シェパード側に支払い、シー・シェパードは永久的に妨害を行わないことで両者が合意したことが日本ゲ類ル研究所から発表された。この調停結果は、 米国のシーシェパードのみに効力を発揮し、オーストラリアのシーシェパードには効力が及ばないため、ゴーシュシーシェパードは従来同利妨害行為を続けると主張しているが、米国シーシェパードからゴーシュシーシェパードへの資金提供を行うことができなくなるため日本ゲー研究所は抑止効果が期待できるとしている。シーシェパードは、クジラ、アザラシ、サメなどを殺害した者を逮捕。 有罪に導く情報や環境保護活動家の殺人事件解決に導く情報を提供に対して最大2万5000アメリカドルの懸賞金を出すとしている。シーシェパードは南米エクアドルのガラパゴス諸島で現地の解放当局と共同で密漁取締りを行ってきた。2011年ミクロネシアパラオのジョンソン・トリビオン大統領が サメの密漁船対策にシーシェパードの支援を取り付けたと報道されたが、後にトリビオンが本意し、支援は保護になった。シーシェパードは活動資金の大半を各界の著名人をはじめとする支持者や支援企業からの寄付で賄っており、2010年度の収入船140万ベイドルのうち84%は個人からの寄付で、残りは t シャツなどの商品販売で得ているという。日本の捕鯨やイルカ料を妨害することによって寄付収入を増やし、それを元手に2009年以降抗議戦2隻、撮影用ヘリ1機、攻撃用ゴムボート少なくとも4層を購入するなど、設備増強を行った。2008年から北米地区で毎週金曜日のゴールデンタイムにアニマルプラネットで放映されているクジラ戦争は、 シーシェパードの活動を記録したドキュメンタリー番組であり、アニマルプラネット歴代2位の視聴率を稼ぎ出す人気番組に成長した。シーシェパードは同番組を通じて飛躍的に知名度を上げ、同番組は支持者や寄付者を増やすための中核的な宣伝媒体となった。そのため、日本の捕鯨やイルカ漁を食い物にして寄付金収入を増大させてきたという批判がある。 2011年、日本政府は南極海調査捕鯨の中止を決めたが、これにはシーシェパードに肩透かしを食らわせ、これ以上の宣伝用の光景を取らせることを防ぐことによって経済的な打撃を与えたいという日本側の隠れた狙いがあると報道された。クジラ戦争にはこれ以外にも危険な妨害行為を伝えながらシーシェパードの反捕鯨プロパガンダを 一方的に紹介しているという批判や、同団体幹部が狙撃されたシーンなど、鉄道ややらせ演出が指摘されている。一方、米国のメディアでは、捕鯨をめぐる賛否に関わらず視聴者を楽しませるだろう。スリル満点のアドベンチャー番組などと番組を、好意的に紹介するものもある。抗議戦には、ハリウッド女優のダリル・ハンナや、ミシェル・ロドリゲスも乗船した。 日本での放送予定はないが、米国以外ではオーストラリアなどの反捕鯨国で放送されている。また、代表のポール・ワトソンが、和歌山県大寺町のイルカ漁をテーマにしたドキュメンタリー映画、ザコーブに出演するなど、それ以外のメディアにも積極的に登場している。ピーター・ベスウンの判決が言い渡されたことについて、ワトソンはニュージーランドに帰ったら、 英雄として迎えられるだろう。裁判は、日本の捕鯨の違法性を世界に知らせる、宣伝効果があったとし、裁判は、かえって反捕鯨活動を力強いものにしたと述べ、注目されたことで支援金が集まり、抗議戦の装備改良が可能になったほか、メンバーの士気も上がったと主張した。マリコ、マイと名乗る、日本人メンバーがおり、盲目になっているビジネスマンと地球の奇跡の、 美しさを感じていない人たちの目を覚まさせるには、こういう団体があってもいいと思うなどとしている。日本人乗組員はマスクをして、顔がわからないようにしていたが、泉スティーブンスと親川邦子の2人は、シーシェパードの乗組員であることを公に認めた、初の日本人メンバーであり、親川は日本テレビの取材に対して、日本が世界の規約に反する違法捕鯨を行っているとし、 暴力でぶつかり合うような場面も厭わず、地球やクジラを守るために命を落としても構わないと語った。シーシェパードは、自らがネプチューンの海軍と呼ぶ4隻の船舶とそれに搭載された複数の小型複合艇を運用している。和歌山県大寺町においては、2010年にシーシェパードが数名の構成員を送り込んだのをはじめ、イルカ漁の漁期などに、 シーシェパードが構成員を常駐させるようになったため、警察本部に大事町特別警戒本部が設置されたり、2011年過ぎから臨時交番が設置されたり、警察官が常駐したり、対策が強化された。住民の不安の解消や、反捕鯨団体と地元漁師とのトラブルの回避などが目的とされる。例年8月には、 反捕鯨団体による違法行為を想定して、和歌山県警と第五管区海上法案本部が合同の警備訓練を大地町の大地漁港で行う。2012年の訓練では、和歌山県警察の上田秀と本部長が、反捕鯨活動は日本一国の問題ではない。関係機関が連携し、日本の威信をかけて取り組まなければならないと述べ、また、 海上保安庁の岩波周一警備課長が捕鯨に対する抗議活動は年々激しくなっている。違反行為は絶対許してはいけない。連携し万全の体制で臨みたいと述べた。2011年、和歌山県の人志坂義信知事は世の中にはいろんな主張をする人がいるが明らかな犯罪行為は取り締まらないといけないと治安体制を強化することの必要性を述べた。 また、2012年の臨時交番の解消の際に、和歌山県警の上田本部長は、反捕鯨団体の活動や主張は目に余る。伝統文化と住民を守るため、違法行為への対応に万全を期さなければならない。法と証拠に基づき厳正に対処していくと訓示した。2013年3月の警察の説明では、過激な環境保護団体シーシェパードなどは、 寮に使用する仕切り網の切断や、古式捕鯨を象徴するモニュメントの損壊など、違法事案を行ったと名指しした。また、暴行事件もあったとも報じられる。2011年3月、大事町の三県市高町町や漁協、海吉文三次らが上京し、自民党捕鯨議員連盟に陳情を行った。提出した陳情書では、大事町の町民への、 反捕鯨団体による嫌がらせと、基本的人権の侵害を訴え、漁業妨害に対する法的規制や捕鯨を守る、法的処置を求めている。2012年6月、三県町長や、海三寺らは、民主党の捕鯨対策議員協議会、会長の小平忠正衆院議員らが、大治町を訪れた際に、反捕鯨団体の妨害活動に触れ、観光だというが、 妨害活動のために来日しているのは明らか。入国できないようにできないかと陳情をした。この時は現場で違法行為があれば記録することが大事。うまく対応しなければならないと回答があった。2013年1月、三県庁長などは当時の法務大臣である谷垣定一に反捕鯨団体 C シェパードのメンバーの入国拒否等の 内容を含んだ捕鯨に関する陳情を行った。シー・シェパードは水産庁や日本芸類研究所からテロリスト集団と名指しで非難されている。ヒクジラ県スタッフでスポークスマン的存在を務めるニュージーランド人グレインウッドはシー・シェパード代表のポール・ワトソンを批判してメンバーに対してカルト教団の教祖のように振る舞いクジラを救っていると信じ込ませ。 オーストラリアやニュージーランドのメディアに対しては、日本の調査捕鯨は違法だと嘘をついて、日本という敵を作り、正しい情報を知らない、反捕鯨国の住民から資金を集めていると語った。2011年12月、ヒクジラ県は、シー・シェパード本部のある、ワシントン州の連邦地裁に調査捕鯨の、妨害差し止めと戦団への接近禁止を求める、訴訟を起こした。 2012年2月、連邦地裁は、くじら県による、妨害差し止めの仮処分申請を棄却した。くじら県と共同船舶が、第9巡回公訴裁判所に上訴したところ、2012年12月、調査捕鯨への妨害行為の差し止めが認められ、日本の調査船の500ヤード以内に近づくことを、禁ずる仮処分命令が出された。シーシェパード側はこれを不服として、 連邦最高裁に命令無効の申し立てを行ったが2013年2月この広告は却下された。シーシェパード代表のポール・ワトソンは b s S とゴー・ S の代表から退く族と発表し今後の妨害活動はゴー・ S として行うとしたがこれには米国で出された妨害差し止め命令を交わす狙いがあるとみられている。妨害の差し止めなどを求めた訴訟の過程で 同控訴裁判所は、シー・シェパードの行動が、自らの目的のために暴力を行使する、海賊行為に当たるという判断を示した。2013年4月、それまでの日本政府は、環境保護を主張する、シー・シェパードは、海賊とは言えないという外務省の見解を、採用していたが、米国の裁判所の海賊認定を受けて、自民党は、海賊対処法改正を含めた、 法整備を検討し始めた。ワトソンに代わり代表に就任したボブ・ブラウンは、米国で起こされた、訴訟のため資金集めが難航しているとして、募金を呼びかけた。アメリカ連邦捜査局の国内テロ対策課長を務めたジェームズ・ジャーボーは、2002年2月に、会員校長会で行った証言において、エコテロリズムとは、自然環境に影響する行為環境政策上の、 対立社会への見せしめ効果を動機として対象を選定し、被害者、または資産に対して暴力的な犯罪、またはその脅迫を行う行為と定義し、1977年に C.E. シ,シェパードが結成されて、以来、世界中で起きるようになったとしている。一方、ポール・ワトソンによると、2009年、バージニア州クアンティコにある FBI の訓練施設、 FBI アカデミーで講演を行ったことがあり、捜査官からシー・シェパードが一線を踏み外さないよう忠告を受けたという。カナダ安全情報局が作成したテロリズムに関する文書でアザラ資料や材木伐採の妨害活動を行っているワトソンとシー・シェパードのことが言及された。二千八年アザラ資料を妨害しようとして抗議戦と乗組員が拘束された際、 ニューファンドランドラブラドール州のダニー・ウィリアムズ首相は、ワトソンを最低最悪な人間で、テロリストだと非難した。国際捕鯨委員会では、1986年、アイスランドの捕鯨船を撃沈したことを理由に、シー・シェパードのオブザーバー資格を剥奪した。また、2008年には、日本の調査捕鯨に対する妨害活動を理由に、シー・シェパードを非難する。 議長声明を全会一致で採択した。2010年、ダライ・ラマ14世は、東京での記者会見で、シー・シェパードに対し、行動をやめる要所感を出したと、明らかにし、過激な活動を批判した。2010年2月24日、インターナショナル・ヘラルド・トリビューンは、反捕鯨諸国の偽善性を指摘しながら、異例の厳しさで、シー・シェパードを非難したフィリップ・バウリングのコラムを掲載した。 オーストラリア国内にも、捕鯨問題とシーシェパードは切り離して、考えるべきだという意見があり、ゴーシー・オーストラリアンは2010年1月の記事で、シーシェパードの活動を傲慢でアリリ夫人だと非難し、マスコミにシーシェパードを奨励してはならないと呼びかけた。また、2011年1月、オーストラリアのジュリア・ギラード首相は、日本の調査捕鯨の妨害行為を行う、同団体に対して、 警告を発した。シーシェパードは、グリーンピースの創設に関わったワトソンが、1977年に脱退して設立した反保鯨団体であるが、グリーンピースの非暴力活動の方針を無視するなどしたため、グリーンピースから脱退を促した経緯があり、グリーンピースはシーシェパードと一切関係がないと言っている。グリーンピースジャパン元事務局長の星川敦氏によると、 グリーンピースがここ2年間南極に抗議戦を出していないのはシーシェパードと同一視されるのはグリーンピースの活動にとって逆効果だからだという。ヒクジラ県の石川はじめもグリーンピースが過激団体と関係ないと主張していると指摘した。2012年3月、マルタの政治家はクロマグロ漁を行っている漁師から賄賂をもらっているとアトソンが非難したことに対して、 マルタのローレンス・ゴンジ首相は名誉毀損で、ワトソンとシー・シェパードを訴えると言命した。2015年11月、産経新聞電子版は、大事長の妨害を密着るポツ堂黒い活動家と、批判記事を配信した。シー・シェパードは2008、2009年期の調査捕鯨終了時、毎日新聞の取材に対し、年間活動資金を約350万ドルと回答した。 ほとんどは支持者からの寄付であるという。シーシェパードのウェブサイトでは有名企業からの寄付も多いとしており、ベイアウトドア用品メーカー、小売業者パタゴニア社、旅行ガイドブックの業界で世界一のロンリープラネット社、欧州のビール会社など30社がスポンサーとして名を連ねているが、その審議は不明。パタゴニア社はシーシェパードの活動に関して、 海洋の生態系を保護し保存するためのアプローチの一つとして直接行動という手段に出ていることも承知しています。との立場を表明した。オーストラリアではイアン・キャンベル元環境大臣が支持を表明している。ほか緑の党が同団体の活動を支えている。国際保芸委員会では2008年、元副委員長のホルスト・クライン・シュミットが同団体に アドバイザーとして加入した。米人気テレビ番組の元司会者だったボブ・バーカーは500万ドルを寄付した。なお、シー・シェパードはパーカーの名を冠した船を所有している。米コメディアニメシリーズザ・シンプソンズなどのテレビプロデューサーであり、脚本家のサム・サイモンも資金を提供した。シー・シェパードはサイモンの名を冠した船を所有している。2011年に NHK は NHK スペシャルクジラと生きるマイナス、イタブ特集からクジラの街に生きるマイナスを放送した。内容はシーシェパードが大地長で漁業を妨害している様を示し、和歌山県の人志坂知事はシーシェパードの行為を乱暴牢跡と評した。人志坂知事は NHK スペシャルについてメッセージを公表し、シーシェパードは野蛮乱暴者、 違いを容認できない輩からであるとした上で、もはや、大事町で攻撃に耐えている人たちを見殺しにする、ことだと述べ、ぶれることなく、一貫して、大事町のクジラ漁を守るとし、大事の方々も引き続き挑発に乗らずこれまでのように、立派な生き方を続けてくださいとメッセージを締めくくった。2015年、ビハインドザコーブ捕鯨問題の謎に迫るが公開。シェパードを2014年リーダー。 デビッド・ハンスのインタビューやシー・シェパードメンバーの和歌山県大地町での現状をドキュメント。例えば、元アメリカ環境保護局捜査官でシー・シェパード幹部のスコット・ウェストは2010年9月、初めから観光目的で訪日、大地町の旗尻湾に張り付き、10月に取材された段階で同年12月上旬まで日本に滞在予定とした。 3ヶ月間の滞在費用は200万円近くとした。ありがとうございます。